はい、アプリワン。This is t 本日は2024年9月22日です。昨日9月21日に石川県の能登半島、珠洲市だったり輪島、能登、この3つの地域に大雨特別警報が出ました。ものすごい大災害になっていて、石川県ではこの大雨特別警報っていうのは初めて発表されたそうです。1時間あたり降水量、 雨が降った量は、和島で121ミリ、鈴洲市で84.5ミリと、観測史上最大となり、16に及ぶ川が氾濫したっていうんですね。16の川が氾濫してるんです。映像を見る限り、恐ろしいほどの壊滅状態で、ものすごいことになってるんですけれども、この121ミリとか84ミリっていうのは、命の危険があるぐらいの、 この雨の雨量なんですね最近、日本も大雨があって今日もですね台風14号っていうのがあったんですがそれが沖縄を通過していって中国に行ったんですけれどもなぜか急に曲がって今、日本列島に来てるんですね台風14号は熱帯低気圧に変わったんですけれどももう台風並みに風や雨が、まあ、吹き荒れる。 ことで強いんですよね、今も。台風とは呼ばれないけれども強いので、今回は石川県のみならず、九州だったり関東、関西とか、あらゆるところで今も多分雨が降ってると思います。皆様、お気をつけください。それで、この何ミリ何ミリって発表するんだけれども、もっと簡単にわかりやすく説明してくれないと、今、100ミリの雨が降ってますって言われても、 どれだけの雨かわからないんですよね。これは1平方メートルあたり重さで100キロの雨が降ってきたってことになるんです。1時間でですね。つまり、あの、1平方メートルっていうのは縦1メートル、横1メートルで、例えば人間って両手をパーっと広げたら自分のだいたい身長ぐらいなんですよね。だから、例えば1メートルのお子様、小さな子供が手を広げた、その 一面に100キロの雨が降ってるんですよね。100ミリって。80, 80ミリ超えるとも命の危険があるって言われていて。だから大変なんです、本当は。80ミリとか121ミリっていうのは災害レベルで。確かに今、能登半島は災害に見舞われていて、仮設住宅にまで水が侵入しており、せっかく今頑張って再建している最中に、 ままたここんんななとにっってしまってしるんですよねちなみにあの台風14号が沖縄を通過していったっていうふうにお話ししたんですけれども日本の気象庁の定義の決め方では沖縄には上陸はしないことになってるんですって。 小さなな島だからか何かからら何わいんですけれども台風が沖縄に来ても上陸とは言わずに通過していったっていうんですって例えば台風がですね停滞して沖縄にですね23日いても通過したことになるわけですね上陸っていうのは大きなエリアのことを、まあ、日本の気象庁は言ってるのかわからないんですけれども例えば日本の九州地方九州に上陸しました。例えば関西に 上陸しました。大阪に上陸しましたとか、関東に上陸しました。千葉県に上陸しましたとは言うけれども、沖縄の場合は上陸したとは言わないんですって。じゃあ外国にも大きな島があるけれども、外国の島はどうなんですかって聞くと、外国は外国の決まり事があるからわからないみたいなことで、あくまでも日本は沖縄の島に台風が来ても上陸とは呼ばないそうです。もう初めて知ってびっくりしたんですけれども。 それでハザードマップっていうのがありますよね。ハザードマップっていうのは、だいたい災害が起きそうなところが、ここは危険ですよっていうふうに、まあ国とか自治体、県とかが定めた、まあそういった地図があるんですけれども、例えば能登半島のように元日に大きな地震があって、もうやむを得ず仮設住宅にお住まいになられている方々も多いんですけれども、その仮設住宅っていうのは例えば、 今まで自分が住んだことのない場所なんですね。さらに言えば、家が建ってなかったさら地に建ててる場合が多いんですって、やっぱり、その、例えば、地震で崩れた瓦礫を撤去するのも大変な労力と時間がかかるので、じゃあ何にもないところに、まあ仮設住宅、とにかくみんなを住まわさなければいけないので、とりあえず作るということで作るんですけれども、ハザードマップにそこが危険かどうか載ってない場合が、 多いらしいんですよね。それはつまり、ハザードマップっていうのはあくまでも人間が住んでいる場所を対象に調査して調べているものなので、例えば道路、山につながってる道路とかトンネルとか、ハザードマップにはあんまり危険って書いてないんですって。それは人が住んでないから、そこを調べてないっていうだけなんですけど、それでこの仮設住宅もですね、やっぱりそういうところから除外されていて、 本当は危険な土地だったけれども、ハザードマップには載っていなかったと。で、こういう場合どうすればいいかっていうと、もう自分の肌感覚で判断していくしかなくて、例えば崖が近くにあったら、これ山崩れの時に危ないなとか、例えば川がすぐそばをはこう流れていたら、自分が立っているこの仮設住宅の土地と、川の水面、川の川もがですね、同じ高さのようであれば、 反乱した時に水がこっちに流れてくるなとかですね。そういうふうにもう自分自身で目で見てなんとなくこう感じ取っていくしかないということなんですよね。それもちょっと危険だなと思いますね。今回はこのまま気象のこと、異常気象とはっきり今年は日本の気象庁が発表しています。今年の夏は異常な暑さがずっと続いてるんですよね。ようやくこの雨で 秋の気配が来るんだと思いますけれども、これまでの記録を塗り替えて、いつまでもいつまでも猛暑日、猛暑日、猛暑日で大変なことになっていて、振り返ってニュースとかをこう調べてみると、日本は今回梅雨入りが非常に遅かったことが書いてあります。6月の20日前後になってようやく梅雨入りかみたいな動きになっていて、 これは歴代でも本当に長い間、梅雨が始まらなかったっていう変な異常気象なんですよね。で、この場合も6月20日前後ってあと10日で7月に入って真夏になるんです。そんな時にまだ梅雨に入ってなかった。つまり梅雨入りが不安定だった。安定していない。この場合はですね、梅雨は短くなるんですね。もちろん期間が。もう。 真夏の高気圧がバーッと張り出してくるんで、もちろん、梅雨の期間は短くなりますが、その代わり、その短い間にドバドバドバッと豪雨が降るという傾向があることは世界中で確認されてるんです。つまり、梅雨入りは遅いけれども、だったら梅雨が短くてよかったと思うんだけれども、雨がドカドカ降るんですよね。バンバン。で、豪雨になって、結局日本でもすごい水害が起きてますよね。夏の間から。 この台風14号から変わった熱帯低気圧がまだパワーを秘めてるわけですね。力を持ってるからバーッとそこから一気に送り込んでエネルギーを線状降水帯とか作り出してしまうんですよね。そうするとやっぱり命の危険がある100ミリを超える80ミリを超える豪雨が降ってしまうということになるんです。これが台風から変わった熱帯低気圧だけならやがて通り過ぎるので良かったと思うんですけれども たまたま今日本に秋雨前線があるんですよね。で、秋雨前線っていうのは9月から10月の、まあ、秋の期間に暖かい海の風と冷たい大陸の風が衝突して長い雨を降らすんです。つまり、まあ、まあ、夏前の梅雨みたいなものが秋にもあるわけですね、ちょっと。 それがたまたま今かかっててそれで台風から変わった熱帯低気圧ぐらいだったらポン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 過ぎてって、まあ、1日2日でいなくなるということになるんですけれどもここに秋雨前線がいるのでその秋雨前線って結構停滞したりするのでそこに向かってエネルギーを送り込んでいるのがこの熱帯低気圧なんでだからこ大変な豪雨になっていると思われます。 それで皆さん聞いたことがあると思いますが、エルニーニョ現象とラニーニャ現象っていうのがあるんですよね。大まかに言って。エルニーニョ現象っていうのは、レイカ、夏がちょっと寒かったり、暖冬、冬がちょっと暖かかったりするのがエルニーニョなんですね。で、ラニーニャはその逆です。夏はもうとにかく暑いと。そして冬はとにかく寒いと。それがラニーニャなんですが、今年2024年、今年はラニーニャに切り替わる年なんです。それでこの、 ラニーニャ現象とエルニーニャ現象っていうのは数年おきに繰り返されるって言われてますけれども、数年おきに切り替わるらしいんですよね。だから今年はラニーニャ現象に切り替わる年なので、もともと日本の気象庁も今年の夏は暑くなるっていう予報は出してたみたいです。つまり、とにかく暑くなるんです。そして冬は寒くなる。これがラニーニャなんですけれども、切り替わった年はそれが顕著に現れるっていうんですよね。とっても暑い。 そ、本当にこの記録的な猛暑日がずっと続いていて、9月になってもちょっと暑いみたいなことになってますが、これラニーナ現象に切り替わった年だからとも言われています。とにかく日本は災害が多い国で、この間インドの方が言ってたんですけれども、日本はね、本当に大変な国でかわいそうだっていうんですね。やっぱり台風も来るし、地震もあるし、まあ、洪水大雨もあるし、まあ、いつもなんか大雪もあるし、 何かに困ってるよねって言われて、それで、その、こんな災害がなければ、日本はもっともっともっと発達してたかもね、みたいな、発展してたかもね、みたいな話をされたんですよね。確かに、まあ、今も、他の国ももう異常気象で大変で、今、ヨーロッパは大雨、洪水で死者がどんどん出てる状況なんですよね。 アメリカでももちろんハリケーンも来るし、大きなこともあったしで、この猛暑日も、例えば日本の近くの国、インドも、ものすごい最高気温を更新してたりします。だから例えばその ど、どこだったかなダッカ。なんかその聖地巡礼で行くときにあまりの暑さに人が亡くなってしまったっていう事例も発生してるんですよね。ですから日本だけではないんだけれども、日本はそれに加えて地震が頻発する多いってことと、台風も多く最近はやってくるようになってるということで、まあかなり厳しい局面が多いんですよね。だから日本の政府の省庁はもう速やかに災害対策省みたいな 防衛省とは別にですね、そういうのを作った方がいいと思います。最近デジタル庁みたいなのも作って、今年2024年の夏ぐらい、夏前かな、日本のフロッピーデスクを役所から排除することに成功しましたとか言ってて、何年前の使ってるのっていう話なんですよね。日本は結構言われるんですよ。いつまで昭和のやり方をやってるんだみたいなことに言われるんですけれども、それだけ日本が昭和の時に 成功を収めて、世界の中心に一瞬でもいたんですよね、日本が。だから、あの時のインフラもそうですし、設備がかなりしっかりしてるから、もちろんそれは長く使えたんですよね。でもさすがにフロッピーデスクはもうダメでしょう、ということで、ようやく2024年、今年になって、その、それが終わったそうです。もう役所ではフロッピーデスクでの、 管理はしないと。フロッピーデスクにこだわる人って多分いたと思うんですよね。昔のやり方のままがいいと。ただ、今の新しいやり方もどんどん入ってくるから、そうなると昔のやり方も覚えて、新しいやり方も覚えていってもう二度手間になりますし、フロッピーデスクってそこに記録されたものを、じゃあ誰が管理するのとか、管理のやり方も大変ですから、まあようやくそれが終わったっていうことですよね。で、その代わり日本は今、デジタルで遅れてる遅れてる、 政府が騒いでるのできっと今から5年5年10年で一気にデジタルにバーっと多分行くと思うのでそうなると今度は他の国よりも進んでいくんですよねまあ、これがだいたい世界の流れでつまり今から5年ぐらい前にようやく日本人がシンガポールとかいろんな国のあのアメリカとかヨーロッパ以外の国もどん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 普通の一般の方が行くようになってそこで 日本よりもはるかにデジタルが進んでるんですね、実は他の国って。それは日本ほど昭和の時に、日本が昭和の時代の時に、日本ほど成功していなかったっていう証拠なんです。だから、一気に新しいもので作り始めたっていうのが、まあ、現実で、ただ日本はその間ずっとその、 健康な強い日本だったので、それ昔のままでも大丈夫だったと。でも今はデジタル追いつけ追い越せみたいなことになってるので、きっとまた日本がちょっと進んでいくんだろうなって思っています。で今回はまあ気象の話をしたんですけれども、まあ、皆様も多分身の危険とか感じる部分がその一瞬一瞬あると思うので、危険だと思った時にはもう避難に、 していただければと思います。どうかご安全にと思います。トーキーでした。それでは、おやすみなさい。